くん、今日は何をして遊ぶのだ？そり滑りなんかどうだ？ぴったりの坂を見つけたんだ。うん、面白そうなのだ。よし、決まった。坂はすぐそこだ。大丈夫だ、壊れてないです。よかったのだ。俺様のことも心配しろ。そうでした、ごめんなさい。そういえば君は誰なのだ？ピッポー、僕は出発です。よろしく。出発くんか。僕はハム太郎、よろしくなのだ。俺様はのりくんなのだ。違う、俺様の名前は大将だ。よろしくな。うん、よろしくです。それにしてもこれ変な乗り物だな。変じゃないです、これは SL です。 SL？ SL って空を飛ぶの？飛ばないんです。 SL は電車と同じようにレールの上を走るんです。じゃあどうしてこんなとこ走ってるんだ？これはトールくんに作ってもらったです。トールくんって？お前のご主人様か。そうです、トールくんは鉄道が大好きなんです。鉄道？なんだそれ。レールの上を走る乗り物のことです。僕の家に来れば何でもわかるです。一緒に来るですか？もちろん行くのだ。よし、行こうぜ。さあ、後ろに乗って。後ろって何にもないのだ。はい、これ。そういうことか。面白そうなのだ。準備はいい？オッケー。右よし、左よし、前よし、後ろよし、出発進行。電車の写真なのだ。かっこいいのだ。おい、ハム太郎、あの写真見てみろよ。ロコちゃんが写ってるじゃん。ほんとだ、カナちゃんも一緒なのだ。これがトールくんです。3人はお友達だって言ってたです。そっか、トールくんはロコちゃんと同じ学校に通っているのだ。ねえ、ハム太郎くん、大将くん、これを一緒に見るです。なんだこれ。いろんな特急列車をいっぱい見られるです。楽しみなのだ。じゃあ、あれ、変だな、トールくんがいると入るんですけど。まだまだ手伝うのだ。そういうことは力持ちの俺様に任せろい。こりゃあっとやったです。さすが大将くんなのだ。じゃあ早速見るです。うん、さあみんなも一緒に見るのだ。何か書いてあるのだ。上野駅です。うわ、大きなお家なのだ。東京にある大きな駅です。おお、ピカピカ光ってるぜ。札幌行きのカシオペアです。この駅からいろんな列車が一日中出たり入ったりしてるです。札幌？札幌は北海道にあるです。北海道？それって遠いところなのか？おいおい、知らねえのか。あ、出発したです。北海道の札幌に向けて出発進行。だからその北海道って札幌ってどこだ？どこなんだ？それより中を見てみろです。ここはカシオペアツイン。3人で使うこともできる個室です。ソファーを倒すとベッドになるです。おお、上にもベッドが出たじゃん。これならとっても便利なのだ。札幌までおよそ16時間半の長旅、ゆっくり寝られる工夫です。カシオペアはお家みたいなんだ。なるほど、地下ハウスみたいに豪華だな。それよりもっと豪華なんだ。うん、今なんか言ったか？うん、なんにも。うわー、すごい。僕はこっちの部屋がいいのだ。カシオペアの中でも一番豪華なカシオペアスイートです。この展望室タイプは列車の中にたった一部屋しかないです。本当、眺めも最高なのだ。ホテルみたいに何でも揃っているです。窓が大きいな。2階のラウンジ
は眺めも最高。うん、天井に届くほど窓が大きいのだ。ラウンジカーは誰でも利用できるです。椅子が外を向いてるから景色を眺めるのに便利なのだ。最高なのはこっちこっち。何が最高なのだ。ダイニングカーですね。旅の楽しみは何といっても美味しい食事。二人は何が食べたいです。ひまわりの種。僕もです。今度は赤い機関車が青い列車を引っ張ってる。出発、これは何だ。2階建てじゃないのだ。おお、鋭いです。これは北斗星。カシオペアと同じ上野から札幌まで行く寝台特急です。これも中は豪華なのか。もちろん、カシオペアに負けない豪華のお部屋もあるですよ。走る姿からしてなんだかとっても豪華だぜ。見て、2階建てになってるのもあるのだ。ああ、これはスーパービュー踊り子号ですね。踊り子だって？電車が踊っちまうのか。ウキウキして踊りたくなるかもしれないですね。この列車は東京から伊豆半島の下田まで走っているリゾート特急です。リゾート特急。海や温泉に遊びに行くときに乗る特急列車のことです。うわ、海だ。ウキウキするのだ。これは伊豆急行のアルファリゾート21。普段は伊豆半島の伊東と伊豆急下田の間を走っているです。だけど土曜日とか日曜日、それに夏の間は東京まで乗り入れていて、スーパービュー踊り子号と同じところを走るですよ。運転士さんだ。かっこいいのだ。俺様も運転したいよ。僕も運転したいのだ。ここは何なのだ。これもラウンジカーです。なんだか派手な色だな。海の青い色と合うです。なるほど。あれ、この天井は色が変わるじゃん。お花が咲いてるみたいなのだ。これは海の中を散歩してるような感じがするように描かれてるです。ほんとだ、イルカが泳いでるぜ。窓の外の海、海がいっぱいなのだ。天気のいい日には海の向こうに島がよく見えるです。すっげえ、出発見たことあんのか。いや、それはご主人のトワル君に教えてもらったのだ。これは東武鉄道のスペーシア。東京の浅草と東武日光の間を2時間かからないで走るです。かっこいいのだ。この列車にはスチュワーデスさんが乗っていて、飲み物などを注文するとユーフェから届けてくれるです。ひまわりの種も届けてくれるかな。大将くんは食いしん坊なのだ。でも気になるのだ、届けてくれるかな。綺麗な列車だな。これは小田急電鉄の朝霧です。東京の新宿から静岡の沼津というところまで走っているです。途中松田から沼津までは JR の線路を走るですが、その時は JR の運転士さんが交代して運転するです。これは千葉県の房総半島というところを走っているビューさざ波です。ビュー若潮という名前でも走っているです。同じ車両なのに名前が違うのだ。どうしてなんだ。走る線路がちょっと違うですよ。この列車、何かの鳥に似てると思いませんですか。ツバメ。ペンギン。ハム太郎くん正解。何、ペンギン。このスーパーひたちがデビューした時はタキシードボディと言われて、スマートな色使いにみんなうっとりしたです。タキシードボディ、なんだそれ。つまりそれはですね、何なのか。トルクマ確か、なんだよ、知らねえのか。しょっぱー。これは触
列車日立。列車の色に秘密があるんです。秘密？でもなんか色が綺麗なのだ。秘密って一体何なんだ？見てればわかるです。うわ、オレンジに変わったのだ。青からオレンジに変身だ。列車の色が急に変わるわけないです。列車日立は全部で5つの色があるです。オレンジの他に青、黄色、赤、青、緑。うわー、僕は黄色いのに乗ってみたいのだ。それじゃあ俺様は青だな。真っ白い車体に5つの色がとっても綺麗なのだ。中央線の特急あずさです。東京と長野を結んでいるです。これは東京と長野を結んで走るスーパーあずさです。あずさにスーパーがつくんだね。何がスーパーなんだ？振り子式といって、カーブでも車体を傾けて高速で走れるように工夫してあるです。わざわざ傾けるんだ。つまり急なカーブをスピードを落とさずに曲がるためなんです。傾けるとなんで速く走れるの？では詳しく説明するです。普通の列車ではカーブを曲がるとき、体が外側に放り出される感じになるです。おっとっとって感じだな。そう、その通りです。ところが振り子式の列車ではカーブを曲がるときに車両自体が自分で傾いてくれます。その分乗っているお客さんの体は外側に放り出される感じが弱くなるというわけです。おっとっと、セーフなのだ。出発くんはすごいのだ。それじゃ続きを見るです。今度はどんな特急列車かな。これはまた速そうなのだ。北越急行のタクタカです。同じ形だけど違う色の列車が来たぞ。この灰色の列車は JR 西日本のハクタカです。このハクタカは普通の特急列車の中では一番速い、時速160キロで走るんです。すごい。そんなに速いのか。でも俺様にはかなわねえだろ。ところで出発くん、ほら無理すんな。かっこいい。東京や横浜などと成田空港を結んでいる特急成田エクスプレスです。一度見たら忘れられない色なのだ。実はこの赤と白には秘密があるです。秘密？何なのだ。赤は真っ赤な太陽をイメージしているです。では白は何だと思うです？真っ赤な太陽とくれば真っ白な雲だな。なるほど、でも違うですね。白いものって、正解は空から見た北極の白い氷です。太陽と白い氷か。ちん、悔しいぜ。ではここでクイズを出すです。賛成。ハム太郎のテチテチクイズ。一生懸命考えてみるです。それでは問題。この特急列車は何かわかるですよね。これは成田エクスプレスなのだ。確か空港っていうところに行くんだよな。そうです。お客さんはみんなこれから旅行に行くので大きな荷物を持っているです。そこで大きな荷物を置きやすいようにシートにある工夫がしてあるです。さてそれは、1番、簡単に置けるようにシートが跳ね上げ式になっている。それとも2番、シートの下に支えがない。さあどっち？一番だと便利だよね。うん、俺様もそう思うな。残念でした。正解は2番のシートの下に支えがないです。ほら、よく見るです。本当だ。支えがないのだ。ということはシートが宙に浮いてるってことか？まさかです。シートは壁にしっかりと取り付けられているから、大きな荷物もシートの下に置けるわけです。これはスーパーハツカリ
といって岩手県の盛岡と青森の間を走る特急です。なんだかさっき見た電車にそっくりなんだ。確かに似ている。よく気がついたです。デザインの基本はさっき見たフレッシュ日立です。でも雪が多い地方を走るのでライトの位置を高くしたりといった工夫をしているです。これは北海道の函館と盛岡を結んでいる初狩り、青森函館間の青函トンネルという世界一長い海底トンネルの中を走るです。何？世界一長い海底トンネル？俺様たちの地下ハウスに続くトンネルの方が長いんじゃねえか？うん、そうなのか。あのですね、海の底を走っているですよ。青函トンネルを抜けるといよいよ北海道です。北海道か、広くて大きいのだ。おいよ、さすが北海道、でっかいな。おほ、犬まででっかいじゃん。あのですね、大将くん、これは犬じゃないです。あ、そうだよな、冗談に決まってるじ。これは熊だ。熊じゃなくて馬です。あ、でっかいな。あ、上野を出発したカシオペアも北海道を走ってるじ。話をそらしているのだ。朝早く北海道に入った列車は函館からディーゼル機関車 DD51 2両に引かれて終点の札幌を目指すです。これは北斗星だな。よくわかるです。出発くんのおかげなのだ。おお、またまた北斗星が来た。残念でした。これはトワイライトエクスプレスです。大阪から札幌まで日本一長い距離を走る列車です。スーパー北斗、これもスーパーアクサと同じ振り子式の列車です。この傾き具合わかるですか？カーブでグーンと傾くです。うんうん、傾いてるよ。本当に傾いてるのだ。またスーパー北斗が来たじゃ。これは同じ仲間のスーパー大空です。じゃあこれも振り子式列車なのか？その通り。これはスーパー宗谷です。寒さが厳しい冬の北海道でも元気に走れるように雪にも強い構造になっているです。スーパーホワイトアロー、ホワイトは白、アローは弓矢の矢、つまり北海道の雪の中を矢のように走る列車という意味なんです。ということは早いんだ。俺様みてえなやつだな。ではここでまたまたクイズです。任せとけ。僕もなのだ。特急がスピードを落とさずにカーブを曲がるための工夫は何だったです？簡単簡単、それは振り子式だったよな。うん、よく覚えたです。ではここからが問題。列車がスピードを落とさずにカーブを曲がるために実は線路の方にも工夫してあるです。それは一体どんなものだと思うです？1番、線路を傾けてある。2番、太くて大きい線路を使っている。さてどっち？太くて大きい線路、2番。僕はそれじゃあ1番。正解は1番。みんなもグランドを走るときカーブで体を内側に傾けると走りやすいですね。普通の列車は自分で傾くことはできないので線路の方を傾けてあげるです。なるほど、そういうことか。可愛らしい列車が来たのだ。これも特急列車か？北海道を走るリゾート特急ニセコエクスプレスです。僕も乗りたいのだ。
これはクリスタルエクスプレスです。これもリゾート特急だな。そうです、よくわかるです。おほん、マナー。あれ、2階にも窓があるのだ。運転席が2階、下はお客さんが景色を楽しむためのパノラマになっているです。スズランが来ました。スズラン、北海道を代表する花の名前です。どんな花なの？さあ、あれ、特急列車ってかっこいいよな。特急列車はスピードも乗り心地もどんどん良くなってるですね。僕はロコちゃんと一緒にカシオペアに乗りたいのだ。俺様も北斗星でリボンちゃんと旅がしたい。大将くん、リボンちゃんと旅ができるといいね。そう思うか？もちろんなのだ。ハム太郎、お前っていいやつだな。その時は僕も一緒に行くのだ。僕も出発。お前らも来るのか？テレビの前のみんな、また一緒に見るのだ。おう、いろんな列車を見ようぜ。出発進行。バイバイ。今見た特急列車なのだ。この時間にもみんなのお家のそばを走ってるかもしれないぞ。本物に乗りたいです。うん。列車が駆け上がるぞ。ハム太郎はどうだ？僕の特急列車はまだなのだ。大将くんは早いのだ。あはん、俺様の凄さにようやく気がついたか。うん、すごいのだ。ピッポー、あ、出発くんなのだ。やあ、ハム太郎くん、大将くん。そうだ、列車博士の出発にどっちが上手か見てもらおう。こんにちはなのだ、出発くん。こんにちはです。二人とも何してるですか？特急列車の絵を描いてたんだ。どっちの絵が上手か出発くんに見てほしいのだ。うん、いいですよ。これが僕の特急列車なのだ。こっちが俺様の特急列車だ。うまいだろう。出発くん、どっちが上手なのだ？もちろん俺様だよな。ハム太郎にはっきり言ってやってくれ。俺様の方が上手だって。どっちも不思議な絵です。不思議って？おい、俺様の絵のどこが不思議なんだ？ど
ういうより、そんな特急列車は見たことないです。出発くんも見たことないのだ。すごい絵なのだ。褒められたのだ。褒められてない。出発はこんな特急列車はないって言ってるんだぞ。え、そうだったの？日本にはいろんな形の特急列車があるんです。日本？なんだそれ。知ってるのだ。僕らが住んでるところだってロコちゃんが言ってたのだ。スッポピー、その通り。北は北？北の国から。南は南？南の国まで。日本は広いんです。出発は何が言いてんだ。きっといろいろなところをいろんな種類の特急列車が走っているって言いたいのだ。スッポ、僕のお家でまた特急列車をいっぱい見るです。出発進行。確かこの辺を押すと動くですけど。動かしたことあんのか。いえ、実はいつもトールくんが動かしてるです。なんだ、しょうがねえな。どいてろ、俺様が動かす。ダメですよ、変に触ると壊れるです。大丈夫だって。大将くん、やめた方がいいのだ。俺様に任せとけって。ダメです、やめてください。なんてハム太郎やるじゃねえか。くしくし。さあ、みんなの街を走るいろんな特急列車をいっぱい見るです。どんな特急列車が見られるかな。みんなも一緒に見るのだ。ここは西日本で一番大きな大阪駅です。いろんな列車が止まっているのだ。何種類ぐらいあるのかな。それは決まってるです。何種類なのか。それはまあいっぱいです。おい、出発しっかりしてくれよ。ここは北陸や山陰地方などに出発するいろいろな特急列車が集まるとこなのです。だからいっぱい。僕もいっぱい見たいのだ。お、あれはなんだ。これはサンダーバード。サンダーは雷、バードは鳥という意味です。雷の鳥。とても強そうな名前なのだ。サンダーバードは特急列車の中では最速の時速160キロまで出るように設計されてるです。やっぱり強いのだ。これはさらに新型の683系です。同じに見えるぞ。だけどよく見るとライトの形が違うです。ほんとだ、こっちの方が速そうだな。うん、そうなのだ。これはなんていう特急？北近畿丹後鉄道の丹後エクスプローラー。これは子供たちに大人気です。うん、かっこいいのだ。エクスプローラーの意味は探検家。丹後を探検する特急というわけです。うわぁ、屋根から煙を吐いているのだ。ディーゼルエンジンで走る特急です。おぉ、かっこいい。京都、大阪、鳥取、倉吉と関西から山陰地方へ最短距離を走っているスーパーハクトです。なんだか速そうなのだ。速いだけじゃないです。すごく静かに走るので乗っていてもすごく快適です。寝台特急列車サンライズエクスプレスの出雲と瀬戸が走ってきました。あ、よく見るとこれは全部2階建てなのだ。えらいぞ、ハム太郎。いや、それほどでも。だけど、出雲と瀬戸ってどうして2つの名前がついてるんだ。実は、出雲と瀬戸は東京から岡山まで一緒に走ってきて、岡山で真ん中から切り離され、それぞれの目的地、島根県の出雲と香川県の高松に向かうです。なるほど。四国を走る南風です。この車両は2000系といって、カーブでもスピードを落とさずに走れる振り子式の特急です。でもただの振り子式ではないです。もったいぶらないで教えてくれよ。実はコンピューターがこれから曲がるカーブを覚えていて、カーブに入る直前から列車が自動的に傾き始めるようになっているです。お利口なんだ。その
のカーブに最も合った傾きに調整するので滑らかに曲がることができるというわけです。これは渦潮です。振り子式特急の無線系の中でも最新型の車両です。カーブの多い四国の路線で時速130キロ運転ができるようになったんです。おお、これはまるでロケットみたいだじょ。岡山から瀬戸大橋を渡って愛媛県の松山まで走る潮風です。2000系を元にしてさらにスピードを出すため軽くした8000系です。すごくかっこいいのだ。ロケットなのだ。これも色が今の列車に似ているのだ。よくわかったですね。これは石土、潮風と同じ8000系車両なんです。だけどロケットみたいじゃねえぞ。潮風と石土はロケットみたいな先頭車両の他に連結しやすいこういう形の先頭車両もあるんです。これはすごい顔をしているのだ。団子か。ロボットみたいなのだ。これはラピート。一度見たら忘れないでしょ。関西空港の飛行機を利用するお客さんを運んでいるんです。おお、丸い窓だ。珍しいな。乗ってみたいのだ。これはどこに行くのだ。これも京都と関西空港の間を走っているはるかです。ラピートはびっくりするほど迫力あるけど、はるかは落ち着いた感じがするな。初めて日本に来た外国の人がはるかに乗った時、ああ日本に来たなって感じられるようなデザインにしているです。大阪の難波と高野山の麓を結ぶ南海電鉄の高野。高野山には有名なお寺があって大勢のお客さんが集まるところです。普通の電車じゃねえか。高野山というのはとても険しい山だから普通の電車では登れないです。高野はとても力持ちで日本中のどんな特急列車よりも山登りが得意です。これは山陰線を走る特急スーパーオキです。振り子式を採用したことで同じ区間を30分も早く走ることができるようになったです。振り子式ってすごいのだ。かっこいい特急なのだ。京都と新宮の間を結ぶオーシャンアローです。穴にくねった海岸線を高速で走れるように。これも振り子式だな。当たりです。振り子式ってなんだっけ。普通の列車ではカーブを曲がるとき体が外側に放り出される感じになるです。おっとっとって感じになるのだ。ハム太郎くん、その通りです。振り子式ではカーブを曲がるとき車両自体が自分で傾いてくれるです。その分乗っているお客さんの体は外側に放り出される感じが弱くなるというわけです。おっとっと、あ、セーフだな。それではここでクイズを出すです。俺様クイズ大好き。僕もなのだ。では問題。よく見るです。この2つの特急の影、一体どっちがラピートだと思うですか。ラピートって空港まで行く団子みたいな特急だよな。ロボットみたいな特急なのだ。そうだった。あ、それじゃあ1番。僕も1番。2人とも正解です。やった。寝台特急のトワイライトエクスプレスが来たです。大阪から北海道の札幌に向けて出発したです。トワイライトエクスプレスは大阪から札幌まで日本一長い距離を22時間以上もかけて走るんです。列車の中にはダイニングカーもついてゆったり豪華な旅をすることができるです。僕も乗ってみたいのだ。俺様は旅がしたいな。いいな。日本海に沈む夕日を眺めながらの旅は最高です。
夜通し走って次の日の朝には北海道。北海道に入ると先頭が電気機関車からディーゼル機関車に変わるです。22時間かけた豪華な列車の旅ももうすぐ終わりです。これはなんていう列車だ？出雲です。東京から山陰の出雲まで行くです。よくブルートレインと呼ばれている寝台特急です。またブルートレインが来たのだ。東京と本州の西の端、下関の間を走る朝風です。一番最初にできたブルートレインです。ブルートレインっていっぱい種類があるんだな。これは富士です。大型の機関車が15両の客車を引く一番長いブルートレインです。よし、数えてみるぞ。1、2、3、4、5、6。あれ、あ、ダメだ、悔しいぜ。あー、大将君惜しかったのだ。これは桜はやぶさ。東京から九州の長崎に行く桜と熊本へ行くはやぶさが途中まで一緒に走るちょっと変わったブルートレインです。これは近畿日本鉄道の特急伊勢島ライナーです。スピードは最高130キロ。山の中の急な坂でもスピードが落ちない力持ちの特急です。俺様と同じ力持ちだな。かっこいいのだ。だろう。大将君のことじゃないのだ。ラバだけど綺麗な特急、俺様の心みたい。ということは大将君は2番か。それなら僕は1番なのだ。なんだその選び方。気にしないのだ。正解はどっち？正解は1番。やったー。サンライズ瀬戸は2階建て車両なのです。2階建て車両は一度にお客さんをたくさん運べるし、2階席からの眺めもいいのでお客さんにも人気なのです。いよいよ九州です。九州には形も色もユニークな特急が多いです。楽しみなのだ。あれは何なのだ？これは京都から長崎まで走る暁です。おお、またまたブルートレインだな。よくわかったです。青いからすぐわかるのだ。やば、あのな。これは新大阪から九州の鹿児島まで行く那覇。那覇？花の間違いじゃねえのか。那覇は九州のずっと南にある沖縄の市の名前です。おお、これは桜はやぶさ。大将君すごいのだ。もうすぐ終点です。あ、これはブルートレインの富士です。何でも知ってるのだ。すごいのだ。ほんと、出発のご主人様は何でも知ってるよな。出発。これもロボットみたいな顔だな。北九州と南九州を結んで走る九州の花形特急ツバメです。ツバメさんみたいに速いのかな。SL が活躍していたずっと昔からツバメは特急列車の名前として使われていたです。
目と同じ車両を使った有明です。うわぁ、これもロボットみたいなんだ。これもツバメに負けない人気者のソニックです。正面の色が違うぞ。ブルーの他に銀色、黄色、黒があるです。次は何色が来るのか見ているだけでも楽しいです。美しい海岸線を走るシーボルト、景色を楽しめるように先頭が展望車になっているです。なるほど、窓が大きいのだ。派手な色だな。これも特急か。ハウステンボスというテーマパークに行く特急、名前もズバリハウステンボスです。これはなんていう特急なのか。この列車は湯布院の乗り、博多から温泉で有名な観光地湯布院と別府へ走るリゾート特急です。うわぁ、僕これに乗ってみたいのだ。特急列車かっこよかったな。本当なのだ、日本中を走ってるです。だけど本物に乗りたいよな。うん、僕も乗りたいのだ。だったら僕みたいに作ればいいです。うん、簡単に言うなよ。大丈夫、材料はたくさんあるです。おお、すごいのだ。好きなだけ使っていいですよ。よし、作ろうぜ。うん、かっこいい特急列車を作るぞ。僕も負けないのだ。出発進行です。この時間にもみんなのお家のそばを走ってるかもしれないぞ。本物に乗りたいです。うん、完成だ。ハム太郎のやつ、これを見たらびっくりするぞ。うわぁ、すごいのだ。おぉ、ハム太郎、来てたのか。今来たところなのだ。どうだ、これ、かっこいいだろう。うん、こんなの作れるなんてすごいのだ。
大将くんは天才なのだ。そうか、やっぱりそう思うか。よしよし、完成したら乗せてやるからな。楽しみにしてろ。うん、遠慮しとくのだ。おい、今すごいって言ったじゃねえか。いくらすごくてもこれに乗って空を飛んだら落っこちて危ないのだ。何、空を飛ぶだと？おい、ハム太郎、よく見ろ、これは新幹線だろうが。ああ、そうなのだ。ほんと、素敵な新幹線なのだ。たくもう。くしくし。新幹線とはちょっと違う気がするけど、大将くんが一生懸命作ったからいいのだ。ピッポピポーン！あ、列車博士の出発くんなのだ。ピッポピポーン！ピッポーン！右よし、左よし、前よし、後ろよし、室内ゆっくり直行運転。いいとこに来た。どうだ出発、この新幹線そっくりにできてるだろう。どれどれ、ほら見ろ、あんまりそっくりなんで出発は感激してうなってるじゃ。これが新幹線。違うのか。やっぱりなのだね。え大将くん、ハム太郎くん、僕と一緒に出発するです。え、どこへ行くんだ。トンネルの向こうです。トンネルの向こう。ピッポン、本物の新幹線を見に行くです。本物の新幹線を。行く行く行くぜ。右よし、左よし、前よし、後ろよし、新幹線を見に行くのだ。出発進行。一緒一緒、出発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 。真っ暗、何も見えてないのだ。僕についてくるです。出発。これが新幹線。東海道新幹線を走る300系ひかりです。東京と新大阪の間を走るのが東海道新幹線。大阪から博多までは山陽新幹線というです。新幹線ってすごく速いんだよな。何両つながってるのかな。全部で16両です。すごい。まずは東海道新幹線と山陽新幹線だな。これが一番初めに作られた新幹線の電車、ゼロ系です。新幹線は東京と大阪の間を3時間で走ることを目標に開発されたですが、最初の1年間は安全を考えて光が4時間、小玉が5時間もかけて走っていたです。全然速くねえじゃねえか。その頃の最高速度は時速210キロだけど、これでもできた頃は世界一速かったです。ゼロ系は今では山陽新幹線でしか見られないです。あれ、これは随分スマートになったのだ。先が丸くない、尖ってるぞ。100系といってゼロ系よりも車両を軽くして力を強くした新幹線です。それじゃあスピードもアップしたんだ。いや、それがちょっとだけアップの時速220キロだったです。だけど乗り心地が良くなったです。中間に2両の2階建て車両を連結することもあったです。JR 西日本が開発した100系の仲間でグランドひかり。こちらは最高速度230キロです。2階建てが4両もついてるじゃん。これが最大の特徴。2階建ての車両には食堂もついて、旅の楽しさが一段と大きくなったです。残念ながら今では食堂車をやめてしまったです。残念なのだ。さっき見たやつだ。そう、これは300系、時速270キロで運転することを目標に開発されたです。それはすごいのだ。車体はアルミ合金製でとても軽く作られているです。270キロで運転しても100系の220キロ運転よりもずっと静かです。
なんだ、これも新幹線か。かっこいいのだ。これは JR 西日本が開発した500系のぞみ。まるで飛行機から翼を取ったようなスタイルです。見ただけで速そうなのだ。新幹線の中では一番速く走れるです。なんと新幹線には初めて時速300キロで走っているです。東京と博多の間を最高4時間49分で走ってしまうです。えらい、俺様みたい。でも博多ってどこだっけ。九州にある大きな町です。ああ、九州か。思い出したの。全然。あれ、この新幹線には初めてがもう一つあるです。何なのか。それは女性の車掌さんが乗っているです。またまた違う新幹線が走ってきた。天の橋さんみたいな顔をしているのだ。これは一番新しい700系、500系や 300X と呼ばれた高速試験車の技術を取り入れているです。ということは両方のいいところを集めてるのか。その通り。大将くんすごいですね。700系はこれまでのどの新幹線よりも乗り心地を良くして快適な列車の旅ができることを目指して作られたです。ねえ、出発くんは乗ったことあるの。それはもちろんないです。あら。おお、のぞみが駅に到着。これは JR 西日本の光レールスター。色が違うのだ。黄色い線が目立つのだ。のぞみよりもずいぶん短い列車だな。新大阪から九州の博多まで走ってるです。新幹線って本当にいろんな種類があるのだ。それでは問題を出すからよく考えるです。オッケー。これから見てもらう新幹線の中で一番スピードが速いのはどれか当ててもらうです。1番300系、2番500系、それとも3番700系。さあどれ。僕は3番。3番が速そうなのだ。俺様は2番。2番の方が速そうだじょ。正解は2番の500系。なんと時速 300km。 大将くんすごい。700系は時速 285km、 そして300系は時速 270km です。周りの景色が飛ぶようです。500系って本当に速いです。東北上越新幹線だって。ここは東京駅です。日本で一番大きな駅です。この丸いのは何なのだ。天井だ。ものすごく高いじょ。お客さんもいっぱいなのだ。東北上越新幹線もこの駅から出発しているです。これは0キロポイント。ここがスタート地点です。これが東北上越新幹線なのか。さっきのとは随分違う感じがするのだ。東北上越新幹線は車両の種類が多くて見るのも楽しいです。早く全部見たいのだ。楽しみだぜ。これは？これは冬になると雪がたくさん降る東北上越新幹線用に開発された200系です。先頭車両の下の部分をよく見るです。スノープローという雪よけ装置がついてるのがわかるですか。ほんとだ。これでレールに積もった雪も簡単に取り除くことができるです。あれ、ちょっと色が違うのだ。形も少し違うです。前の200系とよく似てるけどな。これは200系リニューアル車。古くなった200系のお化粧をし直したものです。おお、鼻がとんがってる。これはきっと100系だな。またまた残念です。実はこれも200系。100とか200とか難
確かにそうですね。これ100系と同じく最高16両編成で走るです。おお、全部2階建ての新幹線だ。 E1KMAX 最高速度が時速200キロを超える高速列車では世界で初めてのオール2階建てです。そしてこれが最新型のオール2階建て新幹線 E4KMAX。形は乗り心地を良くするために考え出された工夫です。あれれ、繋がって走っているのだ。普通8両編成なのですが、 E4 系同士が繋がった16両編成というのもあるです。2階建てでしかも16両、一体何人乗れるんだ。なんと驚きの1634人。それってハムちゃんズよりずっと多いな。新幹線はすごい乗り物なのだ。これは400系の翼と連結しているです。いろんな新幹線がつながって走るなんてみんな仲良しなんだな。ハムちゃんズみたいなのだ。どうですか、こうしてみると E4KMAX の大きさが目立つですね。ここは福島駅。この駅ではちょっと珍しいものが見られるです。何なのだ。翼と E4KMAX です。まあ見ててくださいです。あれれれ、繋がっていたのが離れた。400系の翼は山形の新庄へ、E4KMAX は仙台や盛岡へ向かうです。翼が駅に到着するシーンをよく見てみるです。いや、口が開いたのだ。お腹すいたのかな。あれ、こっちの口も開いたじゃん。もしかして今度はくっつくのかな。そのために駅に入ってきたですが、これなんだと思うです。鳥の羽みたいなのだ。空を飛ぶのか。よく見るです。右は E4KMAX、左は400系翼です。ほら、2つを重ねてみるです。全然違うのだ。翼の方が幅が狭いじゃん。幅の違う列車がつながって走るです。同じ駅のホームでお客さんは乗り降りすることになるです。そりゃそうだな。ほら、こうやって使うです。お客さんが乗ったり降りたりする時のステップです。小さなお客さんも安心です。本当なのだ。なるほど、これがないと列車とホームの隙間が空きすぎてて危ないもんな。別々の駅を出発した2つの新幹線がこの福島駅で連結されて東京駅を目指すです。 E4系は普通の新幹線、それに対して幅の狭い翼のような新幹線をミニ新幹線と呼んでいるです。ミニ新幹線。ハム太郎くん、大将くん、新幹線が安全に走るために忘れてはならない大切なものは何だと思うですか。新幹線が安全に走るために何だろう。俺様にはわかるじょ、簡単だじ。すごいのだ大将くん、
新幹線が安全に走るために大切なものは何なのだ？それはな。うん、それは。レールだ。なあ。それは当たり前なのだ。違うのか？残念でした。一番大切なものは人間なんです。人間？そう。新幹線を安全に走らせるために大勢の人たちが働いてるです。へえ、そうだったのか。わかったか、ハム太郎。よく覚えとけよ。大将くんもなのだ。あ、そう。さあ、また新幹線を見に行くです。お、行くのだ。出発進行。一緒一緒、出発出発出発。今度はどんな新幹線かな。いっぱい見られるといいのだ。ピッポー、今度はいろんな種類のミニ新幹線が見られるです。今度はどんな新幹線なのだ。山形秋田のミニ新幹線だって。銀色の新幹線なのだ。翼だよ。東京と山形の新庄を結んでいる山形新幹線です。この中を走っているのだ。新幹線らしくねえな。福島で切り離された翼はミニ新幹線区間を通って山形を目指すです。あれ、なんだこれ。ミニ新幹線は今まで普通の列車が走っていたところを通れるようにしたので踏切もあるんです。踏切って列車が通り過ぎるのをみんなが待っているところなのだ。危ない危ない、絶対に一人で渡ったらダメだじゃ。翼じゃないのかな。色はよく似てるけど、400系とは形が違うじゃん。よく気がついたです。これは400系の後に登場した E3 系の翼です。なんだこれは？赤色の新幹線？これは E3 系を元にしたイーストアイといって、新幹線の安全を守っているです。違う色の新幹線なのだ。これもいい産経だな。大将くんすごいです。俺様を新幹線博士と呼びたまえ。で、博士、どこに行く新幹線なのだ。あ、助手の出発、あとはよろしく。これはいい産経の小町といって、東京と秋田の間で活躍しているです。というわけだな。小町、頑張れよ。あー、大将くんたらなのだ。E3 系の翼と一緒で、こいつもミニ新幹線なんだぜ。さすが大将くんです。ミニ新幹線の小町は東京から盛岡まで他の新幹線とつながって走るです。そして盛岡からは切り離されて秋田へと向かうです。これは E2 系、長野新幹線です。東京と長野の間を走ります。軽井沢の山越えがあるので、スピードが速いだけでなく坂道にも強いのが特徴です。それでは今まで見た新幹線の速さを比べてみるです。100系 220km、 200系 240km、 400系 240km、 E1 系 240km、 E4 系 240km、270km、 E2 系 275km、 E3 系 275km、 700系 285km、
番だな。新幹線っていろいろな種類があるのだ。日本の新幹線は世界一だな。ハム太郎くんと大将くんはどの新幹線が気に入ったですか？俺様は飛行機みたいな500系。僕はみんなが一緒に乗れるイーオンマックスがいいのだ。テレビの前のお友達はお気に入りの新幹線が見つかったですか？また見たいのだ。俺様もまたいっぱい見ようです。楽しみなのだ。それじゃあみんなバイバイ。今見た新幹線なのだ。この時間にもみんなのお家のそばを走ってるかもしれないよ。本物に乗りたいですね。うん。になった夢じゃなかったか？やっぱり同じ夢だったのか。でも惜しい夢だったな。もう少しで汽車の運転ができたのに。それじゃあ僕の家に来るです。うわ、出発くん。びっくりしたぜ、いきなり。出発くんの家に汽車があるの？もちろんあるです。行く行く、行きます。右よし、左よし、前よし、後ろよし。出発！進行なのだ！行くぞ！行くぞ！出発！出発！出発か！前方確認よ！
よし、出発進行。すごいのだ、本当に動くのだ。トールくんが大好きな模型なのです。大将くん、本物の運転手さんみたいなのだ。かっこいいだろう、それ。うわ、新幹線より速いのだ。おお、速い速い。おお、おお、どお、あ、え、あ、え、あ、あ、目が回る。あ、あ、どーって。まさか、これは SL、 または蒸気機関車ともいって、石炭を燃やして煙をもくもく吐きながら走るです。これは D51、 デコイチって呼ばれる SL です。デコイチ？デコイチとも言うです。あれ？機関車が2台つながって引いてるぜ。前が D51 と後ろが C58 です。黒い煙が2つ、また2両の SL が引っ張ってるらしいよ。2両目は後ろ向きなのだ。2両の機関車が引っ張るのを重連というです。力を合わせて列車を引く姿はとても力強くてかっこいいです。ふんふん、俺様が2人いて引っ張ってるようなもんだな。これは冬の湿原号といって、冬の間だけ北海道の釧路湿原を走っている列車です。引いているのはどちらも C11 です。今度は1両で引っ張ってるのだ。大井川鉄道の C11 です。冬の湿原号と同じ型の SL です。こうやって燃やすのか。あ、車掌さんがハーモニカを吹いてるのだ。楽しそうだな。お、こっちは運転か。あ、でも運転というよりなんだか工場の機械みたいだぜ。これは SL 山口号、 C57 の1号機です。走る姿がとても上品な感じがするので、貴婦人の愛称で呼ばれていたです。今も観光用に昔風の優雅な客車を引いて元気に走っているです。いつまでも頑張るのだ。今度も10連で走ってるぞ。 C57 と C56 が引っ張っているです。これは万越物語号、山口号と同じ C57 です。デコイチと同じようにたくさん作られた SL で、客車を引く専用の機関車だったです。俺様と同じ人気者だったんだな。デゴイチの迫力ある音とは違って、なんだか優しい感じの音がする機関車だな。そうなのだ、僕も違うなと思ったのだ。そう、これは熊本の阿蘇山の麓を走る阿蘇ボーイ。引っ張っている機関車は86と呼ばれる8620型です。この機関車は昔々大正時代という時代に作られた機関車で、みんなのおじいちゃんやおばあちゃんが生まれた頃、日本中で活躍してたですよ。ハム太郎のテチテチクイズ。ではここでクイズを出すです。絶対に当てるからな。僕も負けないのだ。二人とも頑張るです。さて、これからある乗り物の音を聞いてもらうです。
一体どんな列車の音か当てるです。オッケー。さて、次のうちどっちの列車かな。1番新幹線、2番 SL。 わかんないな。簡単じゃねえかよ。本当？大将くんすごい。答えは1番の新幹線。それじゃあ僕は SL にしようかな。それでは正解。正解は2番の SL。 ハム太郎くんの当たりです。やったのだ。とほほ。これはなんていう列車なのだ。観光用のトロッコ列車といって、もともとは荷物を運ぶ貨車にお客さんを乗せたのが始まりだったです。でも今は客車を改造したものなど、いろいろ楽しい車両が増えているです。引っ張ってる機関車が随分小さいぜ。まるで遊園地の乗り物みたいなのだ。九州の阿蘇山の雄大な景色を楽しむことのできるトロッコ夕すげ号、僕も乗ってみたいのだ。迫力ある。高い鉄橋ですね。それでなくともの、んびり走ってるのに橋の上でさらにノロノロ運転をするです。いやー、スリル満点なのだ。うおー、これは寒そうだぜ。北海道の富良野線を走る富良野美瑛ノロッコ号、やはり雄大な北海道を楽しむには冬に限るです。先頭を走るのは雪を押し分けて進むダッセル車です。寒いの苦手なんだよな。うおー、こりゃもっと寒いじゃん。海が凍ってる。オホーツクの流氷です。冬の間、流氷を見にやってくる観光客にはとっても人気の流氷ノロッコ号。寒い。会津鉄道ノロッコ列車です。普通の列車みたいだけどな。後ろの車両は窓がないです。風を受けてのんびり走るのだ。気持ちいいのだ。でも寒いじゃん。まだ言ってるのだ。これはディーゼルカーを改造して生まれたトロッコ風の列車です。ガラス窓がないので自然の風をそのままに体に感じることができるです。そこで名前もさくらんぼカセッコ号。さくらんぼ狩りに行くかわいい列車だな。周りの種号はないのかな。おお、あったら楽しいのにな。天竜浜名湖鉄道のそよ風号です。そよ風号、名前まで気持ちいいのだ。寒かったら辛い名前だじゃん。まだ言うか。みんな気持ちよさそうなのだ。浜名湖のほとりをのんびり行くです。黒部峡谷鉄道のトロッコ列車です。うわぁ、これまたすごい鉄橋だな。高いところが苦手だと目が回ってしまうのだ。おお、寒いのと高いのとどっちが嫌かな。どっちも景色を楽しめばいいのだ。ああ、そうだな。そう。でもやっぱ怖い。これは昔々大阪と京都の間で活躍していたとっても古い電車です。今でものんびりと走っているというわけです。いつまでも頑張って走るんだじゃ。大切にしてほしいのだ。うおー、派手な色の電車がいっぱいだ。四国の土佐電気鉄道は世界の路面電車を集めて世界の電車走る博物館計画をやっているので有名です。面白そうな電車がいっぱいなのだ。これはポルトガルからやってきた市電です。いろんな模様が楽しいのだ。
これらの路面電車の色や模様は外国の街を走っていた時と全く同じまま今でも走ってるですよ。これも土佐の路面電車か？ここは広島。広島も路面電車王国です。最新型の車両をどんどん投入しているです。かっこいいのだ。グリーンムーバーといってドイツという国で作られた車両です。かわいいお客さんが乗ってきたじょ。窓も大きくてとっても明るいのだ。五両も連結してある。五両連結に見えて本当は三両なのです。正確に言うと5つの車体に3つの台車の連結車というです。難しいのだ。説明する僕もとっても難しいです。これは岡山市電。車体の派手な色は広告は書いてあるからなんですね。あ、女の運転手さんなのだ。かっこいいな。俺様も運転してみたいぜ。僕も運転したいのだ。これは富山県の高岡市を走っている路面電車の万葉線です。ここは神奈川県の箱根。登山鉄道が山を登っていくところです。電車が上がれる限界と言われるほどの急勾配です。電車が山登りできるのか？箱根登山鉄道は山登りするためにある工夫をしてるです。わかるですか？僕わからないのだ。これからその秘密がわかるです。何か変わったことが起こるかもしれないから注意してみてください。あれ？駅かな？駅じゃない。あらら、運転手さん降りちゃった。あ、ちょっと、どこ行くんだ？運転手さんと車掌さんが降りて入れ替わるのです。反対に動き出した。スイッチバックというですよ。よく見るです。右側の線路を上がってきたです。そして今度は左に行くです。急な坂を一度に登らないで行ったり来たりしながら少しずつ登っていく方法です。階段を登っていくみたいだな。似ています。箱根登山鉄道には途中に3カ所もスイッチバックがあるです。うわー、お花が綺麗なのだ。アジサイの季節には線路の両側がお花でいっぱいになるです。本当だ、これはすごいよ。急な山登りをする方法があるです。それができるのがこの機関車です。普通の機関車みたいだけどな。どこが違うのかな。これがその秘密です。なんだこのイボイボは。いいところに気がつきました。これはアプト式という方法なんです。レールの真ん中に第三のレールがあるです。このイボイボに機関車についている歯車を噛み合わせて急な坂を登っていくです。なるほど、これならどんな急な坂でも滑っちゃうことはないな。とってもいい考えなのだ。ゆっくりと確実に登っていく方法というわけです。
ケーブルカーです。え、猫だけじゃなくて犬もいたのだ。父ちゃんが見たら喜ぶのだ。だからこれはケーブルカー。楽しくてきっと子供たちに人気だな。だからそう、ミケとブルはとっても人気なのです。よく見るとみんな同じような山だぞ。富士山の絵です。これは富士急行の富士山特急。元は JR でパノラマエクスプレスアルプスという団体専用の列車だったです。そうか、それで眺めがいいんだな。乗ってみたいのだ。その通りです。一体全体どうして車輪がないのかわかるかな。1番上からぶら下がって走る。2番線路から浮いて走る。さて1番それとも2番。俺様は2番の浮いて走る。僕は1番の上からぶら下がって走る方なのだ。そんなまさか。それでは正解。ではよく見るです。うわー、面白いのだ。ぶら下がって走ってるじゃん。これは懸垂型モノレールというです。場所を選ばず道路の上にも通すことができるので大都市の交通機関としても期待されているです。派手な色のモノレールだな。上野動物園を走るモノレールです。これもぶら下がっているのだ。懸垂型モノレールだな。眺めもとってもいいのだ。これはなんだ。モノレールです。ぶら下がってないのだ。モノレールにはこのようにレールにまたがって走るものもあるです。本当だ、レールにまたがっているのだ。今度は貨物列車です。二両連結の機関車が引いてるじゃん。 EH500 は金太郎とも呼ばれ、とっても力持ちの電気機関車なのです。2両に見えるけどこれで1両です。大きな機関車なのだ。これは DF200 レッドベアーです。レッドベアーは赤いクマという意味です。金太郎に赤いクマ。どっちも力持ちってわけだな。それだけではないですよ。早く運ぶことができるです。これもモノレールだな。違うです。新交通システムのゆりかもめです。うわー、大変。この電車、運転手さんが乗っていないのだ。運転手さんを置いてきちゃったんだ。心配ないです。ゆりかもめは運転手さんがいなくても安全に走ることができるです。そうだったのか。これは広島高速交通のアストラムラインです。これも新交通システムです。よく見ると自動車みたいにタイヤで走ってるんだな。そうです、それが新交通システムの特徴です。高いところを走るから気持ちがいいのだ。列車といってもいろいろな種類があるのだ。いっぱい見られて楽しかったな。山登りのできる機関車があるなんて知らなかったのだ。 SL が今でも頑張ってるなんて俺様嬉しくなったじ。あ、待てよ、もしかして今のも夢だったんじゃねえのか。そうかもしれないのだ。アハム太郎、ちょっとほっぺをつねってみてくれ。うん。どーたたたたた、夢じゃなかったのだ。よかったのだ。全然良くない。こんなにほっぺが腫れちまったじゃねえか。ごめんなのだ。
スッポピー、テレビの前のみんな、楽しかった？また一緒に見ようじ。それじゃあまたなのだ。バイバイ。いろんな列車があったのだ。この時間にもみんなのお家のそばを走ってるかもしれないよ。本物に乗りたいですね。うん。